線ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日は私って結構メイクを濃いめにするので、よく皆さんからメイクが濃いと肌の調子悪くならない？とか、どうやって美肌を保ってるの？っていう風によく聞かれます。確かに私はメイクすごく濃いんですが、ここ最近化粧を落とすたびに肌が綺麗になっている実感があります。え、どういうこと？っていう感じだと思うんですが、メイクを落とせば落とすほど肌が綺麗になる秘密を皆さんにお伝えしたいと思います。やっぱりメイクをした次の日ってニキビができやすかったりとか、まあ私は特になんですけど、イチゴ花、ブラックヘッドが目立ってしまうっていうのがメイクが濃い私の悩みでした。そんな私だったんですが、メイク落としをとあるアイテムに変えてから、濃いメイクをしていても肌の調子が良くなってるっていうことに気づいたんです。そのアイテムが、じゃじゃーん、こちらのアイテムです。アヌアの毒ダミポアコントロールクレンジングオイルです。もうめちゃくちゃ使ってるからちょっとすごい汚いんだけど、こちらのクレンジングオイルは、メイクを落としながら、皮脂、ブラックヘッド、毛穴などの肌悩みをケアすることができます。濃いメイクもすっごくよく落ちるのに、私は乾燥肌気味なんですが、肌も乾燥しないし、何よりも、メイクを落としている最中に角栓がポロ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 出てくる感じがあるんですよ。乳化がすっごい早くて、乳化に時間がかからないっていうところもとっても気に入っています。これが私の普段メイクの濃さです。ウォータープルーフマスカラを使っていたりするので、クレンジングオイルじゃないとメイクがなかなか落ちないのが悩みです。アヌアのクレンジングオイルは肌をケアしながらメイク落としができるのに、私のような濃いメイクでもしっかりと落ちるところが気に入っています。今までとスキンケアは全く変えていないのですが、こちらのクレンジングオイルを使うようになってから肌の調子がどんどん良くなっていくことに気がつきました。見てわかるかな、砂利みたいなね、つぶつぶっとした角栓がいっぱい取れてるの。メイクとなじませ終わったら少量の水で乳化をしていきます。見て、水をつけるとすぐ白くなって乳化がとっても早いの。乳化が早いからメイク落としに時間がかからなくて、そこがすっごくお気に入り。ここに週 1,2 回プラスでこちらのクレイパックをしてあげることで、さらに効果がアップします。毛穴やブラックヘッド、肌のくすみにより効果が期待できます。私は敏感肌気味なのですが、こちらはマイルドな使い心地なので、肌が荒れたりすることもなく、お肌を優しくケアすることができました。こちらのパックは肌に塗って数分放置してから洗い流すタイプのパックになっています。洗い上がりはこんな感じ、つるんとした肌になりました。はい、ということで今回は普段濃いメイクをしている私がむしろどんどん肌が綺麗になっていくメイク落としの秘訣をお伝えしました。私みたいに皮脂やブラックヘッド、毛穴などの肌悩みがある方は、こちらのクレンジングオイル使うことによって肌がどんどん良くなっていく実感ができると思うので、ぜひ騙されたと思って使ってみてください。そして集中ケアとしておすすめしたクレイパックも一緒に購入するとより安くなるので、気になる方は概要欄の URL からぜひ確認してみてください。はい、ということで最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ゆちゃんでした。また見てねー。